こんにちは。今回は岐阜県美術館をオンラインで楽しめるコツについてお話しします。まず一つ目はコレクション検索です。岐阜県美術館のウェブページのトップからコレクション検索をクリックします。ここでは作家名、作品名を五十音順やキーワードなどから検索できます。コレクション検索ではサムネイル画像を見れる作品もあります。現在の大垣市に生まれた日本画家の大橋水石を検索してみましょう。続いてご紹介したいのは過去のアーカイブです。当館についての研究報告のページでは過去の展覧会などの報告書を一部データで見ることができます。試しに2017年に開催した日本画の逆襲展の作家によるギャラリートークを見てみましょう。7人の作家が作品への思いや制作意図、そして制作方法などを語る貴重なアーカイブスとなっています。お家にいながらでも岐阜県美術館のウェブページや SNS などでアートをお楽しみください。